本日のお題はこちら。ゆっくりしていってね。さて、今回は日韓問題なので私が扱っていくわね。なあ霊夢、今回の、先送りしただけ、ってどういうことだ？2023年3月16日に開かれた日韓首脳会談に関してなのだけど、一見すると諸問題に大きな前進があったかのように見えるわよね。ああ、なんかマスコミ報道を見ていると、ユン政権はこれまでの韓国首相とは違う、みたいな論調多いな。そうなのよ。確かに、一見すると問題に対する前向きな態度も見て取れるし、否定的論調もユン政権そのものより韓国野党の問題に焦点を当てているものが多いわね。それが違うってことか？どっちの論調も全くの見当違いではないし、政治問題、として切り取ればそれはその通りよ。なんか含みのある言い方だな。まあ、詳しくは後でね。それではそろそろ本編へ行くわ。じゃあまずは首脳会談の結果に関するこちらの記事から。韓国のユン・ソクヨル大統領が、閣議で日韓関係についての説明を行い、我々の社会には排他的な民族主義と反日を叫び、政治的な利益を得ようとする勢力が存在する、と発言しているという内容ね。これってつまり、問題が韓国内にある、と認めているってことか？そういうこと。あと、日本はすでに数十回にわたって歴史問題について反省と謝罪を表明した、と発言していることもポイントね。ああ、韓国人は、日本は謝罪していない、と言っている人多いしな。そして次はこれ。読売新聞の記事なのだけど、さっきの閣議での発言で。韓国政府が1965年の日韓請求権、経済協力協定で、国民の個人請求権を一括で代理して日本から支援金を受け取った、としていて、受け取っていない、としている韓国大法院発言を否定しているのね。これもかなりの進歩じゃないか？ただこれは大法院の解釈がむちゃくちゃなだけで、この認識自体は韓国で2004年に関連協定の議事録が公開された時点で知られていたことだから、それを公式に確認したことになるわね。なるほどな。そして次がこれ。全体としては、もともと韓国の大統領は朝日新聞のインタビューを受けることを好んでいたけど、ユン政権は読売を選んだということと、後半はユン政権に対する好意的な評価となっているわ。その中で注目すべきなのが、元徴用工への慰謝料支払いの、違法性、について法的な事実認定をせず、1910年の日韓併合、を根拠にした。この法解釈と事実認定を、法律家としてのユン大統領は、間違いだ、と考えているという、と書かれていて、読み方によっては、日韓併合は違法、という従来の韓国政府の認識と違うとも読み取れるわ。これはすごい進歩じゃないか？それなんだけど、事実ならかなり重要な情報なのにソースがこの新潮の記事しかない上に、日韓併合は合法、と解釈したかどうかも判然としないから、この情報は話半分に見ていた方がいいわ。この情報を読むと、韓国のユン大統領はかなり、話しやすい相手、と読めるし、諸問題に進展があったと見ていいんじゃないか？それが違うのよ。好意的材料として取り上げられた内容なのだけど、排他的な民族主義と反日を叫び、政治的な利益を得ようとする勢力が存在する、というのは、ムン政権を批判する文脈で出てきているのね。そして、一括で受け取った、という内容に関しても、韓国の与党は野党から批判を受けると、キム・デジュン政権やノムヒョン政権でも似たような判断をしていた、と反論する場合が多いから、一括受け取りの情報が出てきたのがノムヒョン政権であったこともあって、その当てつけとも読めるのよ。じゃあ、日韓併合を根拠にした徴用工裁判の判決を否定した件はどうなんだ？その情報は未確定な上に、この裁判を行った大法院院長って、ムン政権と同様のイデオロギー的背景を持つ人々が韓国の裁判所内に作った院内組織、ウリ法研究会のメンバーで。しかもムン政権が強引に院長にねじ込んだ人物だから、これも韓国内の政争の延長と解釈もできるのね。ああ、一見すると日本に歩み寄ったように見えるけど、韓国内の政治的背景を見ると単なる政争の延長とも見えるわけか。
そうなのよ。それに次の記事を読むと、一連の首脳会談において、日本の複数のメディアが、慰安婦問題、福島原発処理水問題、あとは竹島問題も話題に上がったと報じると、韓国政府が大慌てで、相手国の首脳の発言内容を明らかにしないのは外交の慣例上当然のこと、とはぐらかしたのね。なんで、話題に上がった、とか、日本側から要望があった、程度のことでそんなに過剰反応しているんだ？まず、慰安婦合意ではソウルの日本大使館前と釜山領事館前に、国際法違反状態で設置されている慰安婦像への対処を約束しているけど、ユン政権は何もしていないのよね。他にも、処理水問題では韓国の学会が何度も影響がないと指摘しているのに、今でも外交問題化させているわよね。そして竹島問題は、詳しくは動画説明欄にリンクを貼っておくのでそちらを参照してほしいけど、国際法的観点で話をすると韓国に勝ち目は一切ないわ。ああ、日本と真面目に話をすると都合が悪いわけだ。でもそれなら、その件は突っぱねたと言えばいいだけでは？過去の日本との関係なら表で勝利宣言をして、裏で日本に、韓国の立場もわかってください、と泣きつくこともできたけど、それは過去比較的関係が良好だった状態で、かつ日本世論が韓国にあまり関心がなかったからできただけで、今それをやったら日本側との関係改善は崩壊するわ。ああ、だから、勝利宣言をすることもできず、かといって、あったことを認めた場合国内向けには強気発言をしないともうバッシングを受けるから、とぼけるしかないわけか。そういうこと。この調子だと、おそらく首脳会談でも曖昧な態度しか取っていないでしょうね。だから日本政府もあえてリークしたのでしょうし。この時点でユン政権に、諸問題の解決能力がない、ことがわかるから。最初の首脳会談での、これまでの韓国とは違う、と見える態度も、単なる清掃の延長、と見た方がしっくりくるわけ。しかも次の事例では、2018年12月のいわゆる韓国海軍レーダー照射事件に関して、韓国の国防長官が2023年3月23日に公式声明を発表。我々の立場はレーダーを照射しなかったというもので、日本の立場はレーダーを照射したというもの、と。連合ニュースの解説によると、日本の主張を改めて否定したのだそうね。おい、なんでいきなりこんな問題化するとわかっていることを言い出したんだ？まず、韓国内では一連の首脳会談、ユン大統領の完全敗北、などと批判が出ていて、関係改善目的という話がどこかへ飛んでいき、勝ち負けの問題にすり替わってしまっているのよ。ああ、だから首脳会談から1週間しか経っていない状況でも、日本に負けてないアピールをしないといけなくなって、それでレーダー照射問題ってわけか。まあ、日本側がこの件も問題視していて、現在も議題に上がっていることも関係しているけど、こういうことも、ユン政権の融和的態度に見える態度は、単なる清掃の一環でしかない、と判断する材料になるわけ。なるほどな。ちなみに、過去動画、まだまだ続くレーダー照射問題、で韓国側の最大の矛盾点について扱っているから、興味のある人は動画説明欄から見てみることをお勧めするわ。それで、こんなことになっている原因とその背景なのだけど、以前から何度か取り上げているけど、朝鮮って伝統的にかなり原理主義的な獅子学の国で、その影響は今の韓国にも非常に色濃く残っているのね。ああ、なんか力二元論だっけ？でね、これは古代中国にまで遡るのだけど、古代中国には法家と儒家の争いというものがあって、秦は法を厳格に適用しすぎて衰退した、法家主義。という故事から、古代中国では、法ではなく徳で国を治めるべき、という儒教思想に基づく、徳治主義、が色濃かったのね。そして壮大に出来上がった獅子学にもその特徴があって、力二元論、つまり物理現象としての、気、物質を形成する原理、と、その上位概念としての、理、宇宙の根本原理、で出来上がっているという概念に基づき、法を、気、徳を、理、として法の上位概念として徳があるという考え方が非常に強いのね。で、現在の韓国でもこの徳治主義の考え方が強くて、過去動画で説明した、国民情緒法もこの考え方に基づくのだけど、
この影響で韓国人たちは国際法を前面に出して韓国の主張を否定すると、徳の低い人間が法を悪用している、と考えるわけ。しかも、証拠を提示すると、徳の低い人間が都合のいい証拠を作った、と考えるの。ああ、そういや韓国では、正しさ、が、その時の感情的利益、とイコールの関係で、しかもこの正しさとは、利己二元論、に基づき、正しく利を選んだ結果、と認識しているんだったな。これは韓国に生きるなら、当たり前の考え方、なのね。そしてこの記事を読むと、韓国の外務部長官、日本の外務大臣に相当、が、我々がコップの半分まで入れたので、日本が残りの半分を満たしてくれるはず、と発言しているのだけど、これは三菱や日本製鉄が大弁済の財団に参加し、かつ岸田総理が、新たな謝罪、するべきということなのね。その上で、日本政府はむしろ、残り半分も入れてきなさい、という態度で独と、慰安婦、韓日軍事情報包括保護協定、レーダー照射、汚染水問題など次々と請求書を出した、と記事を書いた大学教授が批判しているのね。さらには、ユン大統領の友人、ソク・ドンヒョン、民主平和統一事務局長は2019年、日本の右翼とともに、韓日法律家共同声明に参加した。その内容は、韓日合法は不法、という韓国大法院、最高裁、の認識が問題というものだ。と指摘して問題視していて、韓国内で、日韓併合は違法、という考え方が非常に強いことがわかるわ。ちなみに、韓国で、日本の右翼、と言ったら、悪の象徴、的な認識よ。ああそうか、国際法も当然、きで韓国人の、正しさ、理、の海外念だから。事実上の賠償になり国際法違反、として日本政府が拒否した三菱や日本製鉄の財団参加も、日韓併合が合法という話も、徳の低い人間が法を悪用している、としか考えられないわけか。そう、ユン大統領や与党、国民の力、の議員たちが本当のところどう考えているのかは知らないけど、少なくとも韓国世論の大多数はこう考えているから、彼らがこの、価値観、に基づく考え方を否定できるわけがないのよ。となると、仮に、ユン政権は解決に前向き、という評価が正しかったとしても、韓国的価値観が存在する以上は、解決は不可能、ということになってしまわないか？その通りよ。日本では好意的であれ否定的であれ、ユン政権や韓国野党の態度を、政治問題、という視点で見ているけど、実際には、価値観が違いすぎて問題意識自体にズレがある、ことが最大の障害で、ユン政権がどう考えているかとか、韓国の野党が政治的に反対しているとか、そういうことは枝葉の問題でしかいし、何よりユン政権の態度を見ていると、これまで説明した通り、韓国的価値観に沿って、清掃をしているだけ、にしか見えないのよ。まあ、ここまで現状認識に、ズレ、があったら、そりゃそうなんだぜ。それでね、実のところこの韓国的価値観以外にももう一つ障害があるのよ。まだ何かあるのか？韓国では、嫌韓は日本が韓国に追いつかれた嫉妬が原因、自分たちの不幸を韓国に転嫁しているだけ、という考え方があって、韓国の正しさに日本が従わないのは、日本の極右政治家が、嫌韓に迎合しているからだ、ということになっていて、本来の原因、がほとんど話題にも上がらないって事情もあるのよ。確かこれ、日本のメディアや韓国との友好を訴える人たちが、自分たちの意向に反する人たちを、悪魔化、することで、異論を封じ込めようとしたレッテル貼りだよな。そう、そのレッテル貼りが韓国に伝わって既成事実化し、日韓問題の原因として完全に定着してしまっていることで、価値観以前に、日本が何を問題にしているのか、がそもそも正確に伝わっていないという問題があるのよ。つまり、価値観の違いを知ろうともせず、異論にレッテル貼りをして、日韓の問題をイデオロギー問題にすり替えた人たちの影響で、余計に問題がこじれているってことか。しかも厄介なことに、今現在韓国との関係改善を最も訴えているのがこの人たちだから。関係改善が表面的に進めば進むほど、日本と韓国との間で問題に対する認識の齟齬が大きくなるという、もうどうしようもない状況になってきているのよ。ああ、だから、日韓の諸問題は先送りされただけ、ってことか。
そういうこと、解決になんて一歩も進んでいないのよ。そんなわけで今回の本編はここで終わるわ。ご視聴ありがとうございました。お疲れ。今回は長くなりすぎたのでおまけはないよ。また来週。